アレクサンダー・マーティンはアメリカ合衆国の連邦党員であり、1782年から1784年と1789年から1792年までノースカロライナ州の知事を務めた。ニュージャージーのハンタードンで長老派協会の牧師の息子として生まれた。両親はアイルランド移民の子孫だった。ニュージャージー大学に入学し、1756年に 文学士号を得て卒業し、1759年には修士号を得た。1761年頃にノースカロライナに移転し、ギルフォード軍で弁護士を始めた。1774年、マーティンはノースカロライナ議会議員に選ばれた。1775年には大陸軍の中佐に任官され、1776年には 第二ノースカロライナ連隊を率いる大佐に昇進した。イギリス軍が最初にチャールストーンを取ろうとした時の防衛に貢献し、グランディワインの戦いやジャーマンタウンの戦いに参戦した。ジャーマンタウンでの行動については臆病だとして告発され軍法会議にかけられた。これは無罪とはなったが、その任務はやめさせられた。 ノースカロライナに戻ると1778年から1782年、1785年、及び1787年から1788年に国上院議員を務めた。1782年、議会はマーティンを知事に選出し、マーティンは1785年までその職を務めた。1786年に連合会議の大議員に、 選ばれたが会期には出席せず辞任した。1787年のアメリカ合衆国憲法制定会議でも大議員となったが憲法に署名する前に会議を去った。マーティンは議会から1780年、1790年及び1791年に知事に選出された。マーティンはアメリカ合衆国上院議員に選ばれ、 1793年から1799年の一期を務めた。議会では反連邦党議員となり、J 条約に反対したが、外国人治安処方は支持した。教育についても提唱者となり、1790年からその死の1807年までノースカロライナ大学チャペルヒル校の理事を務めた。ノースカロライナ州議会は、 上院議員の2期目指名は拒んだので、マーチンは引退して、ノースカロライナの農園に陰性した。その人生の最後の数年に、政界への復帰を果たし、1805年から1807年まで、ノースカロライナ州上院議長を務めた。ありがとうございます。